A 君はカードを持ってる質問。 A 君は32枚持ってる。 B 君は4枚のカードを持ってる。 A 君が B 君にカードを何枚か。A 君のカードは B 君の3倍、 X 枚、 X 枚あげたということです。とすると X 枚あげたら A 君のカードはどうなるかというと 32-X 枚になっちゃうんですね。B 君はもらったわけですから 4+X 枚になる。そうすると A 君のカードは B 君の3倍、なんとかはっていうのはこれはイコールと言います。 A 君のカード、 A 君のカードはここですね。 32-X は B 君 4+X、 4+X これの3倍ですから、3倍、こういう式ができるという。まずこういう図を書いて、図を書いて式を作っていくっていう練習をすればですね、応用問題は解けるようになりますね。